オリックス宮城、日ハム打線にボコボコにされる。大乱調やん。なんやこの打線。宮城ボコボコやん。こんなハム打線知らない。1イニング大量得点したら怖くなるんやけど。こんなことになるとは。宮城くん、嘘だよな。宮城お前髪切れ。ハム爆発してて草。勝てるんか？今日こそ勝てるんか？超カミングスーン打線。断髪やな。こんなに点数取ってると楽天戦のトラウマが。ハムが宮城攻略とか夢か？ハムは1イニングで7点も取れるんや。ハムにはいつも弱いなオリックス。宮城も燃え尽き症候群か。日ハムどうしたんや。打者一巡で逆転か。打線はやっぱり打ち出すと強いな。今日のエンゼルスみたいや。